皆さんこんにちは。今日は最強ゴリランダーのテラレイドバトルにソロで挑みます。使用するポケモンは以前作っておいた鉄のカイナ。テラスタイプは格闘です。努力値は攻撃と特防マックスです。多分特防より HP マックスの方がいいかもです。それでは早速行ってきます。先方はただひたすらドレインパンチを打つのみです。相手がバリアを張ってもひたすらドレインパンチ。テラスタルしてドレインパンチ。安定してるのを見計らって剣の舞も使っていきます。バリアを破壊。ここからは攻撃が通るようになりますね。2回目の剣の舞、これで攻撃力最大です。これでとどめです。終始安定してましたね。ということは攻撃特防マックスでも大丈夫だったと言えますね。最強ゴリランダーにはゴージャスゴールに入ってもらいましょう。毎度のことながら報酬もうましです。ということで無事にゴリランダーをゲット。そして今回の動画はここまでです。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録をぜひお願いします。